旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩するというのも悪くありません。剣の番だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが。